APG3 アウストロバイレアメは、皮脂植物の目の一つである。常緑性、または落葉性の目本であり、直立、または鶴性となる。精油細胞を持ち、方向を放つものが多い。北米南東部、東アジアから東南アジア、メラネシア、オーストラリア東部に分布し、豪族約90種が知られている。松武坂の東式や朝鮮語見師は、 飲食用や生薬とされ、また、日本では、しきみが、物事に広く用いられている。松ブサ科、トリメニア科、アウストロバイレア科の酸科を含み、これらの頭文字から、ITA 群とも呼ばれる。アウストロバイレア目と同じ範囲の分類群に対して、しきみ目の名を用いている例もある。アウストロバイレア目は、皮脂植物の中の初期分岐群の一つであり、原生種の中では、アンボレラ目。 水蓮目に次いで3番目に他と分かれたグループであると考えられている。アウストロバイレア目を含むこの3目が脂植物の最初期分岐群であることは高い角度で示されており、それぞれの頭文字から ANA グレードと呼ばれ、また前述の ITA を用いてアニッタとも呼ばれる。アウストロバイレア目に属する植物は全てイカンタバ系成層による二重成長を行う。 木本であり、直立するものや、他の木に巻きつくものがある。不死は一葉暇性。普通常緑性であるが、松草族は落葉性。葉は五星、または大性、汎葉、洋平を持ち、葉脈は、右上、気候は不規則型、または、平行型。1A、トライミニアワインマニーホーリア1ビット、四季ミイチシー朝鮮ゴミシバナは、放射奏章であり、両星下。 あるいは単性下で、私有同種、または私有異種。可変は不特性多数、螺旋状につき、学変と花びらの分化はないが、時に外側から内側へ連続的な形態変異を示す。おしべは普通不特定多数、螺旋状につき、花糸は糸状で細いものから変形で、洋状なものまである。めしべを構成する心側は、理性、農場進化は、 トリメニア科では、普通1個だが、他では、不特定多数の心側が螺旋状についている。果実は普通液化だが、四季民族では、袋化。にある四季民の花2ビット、朝鮮ゴミ子のメバナニに小さねカズらの果実蒸気のように、アウストロバイレア目に共通する形質は見られるが、その多くはおそらく共有原子形質であり、明瞭な共有派生形質は見つかっていない。松武坂や、 シキミカ、トリメニアカ、アウストロバイレアカは古くから原始的な皮脂植物であると考えられ、モックレイムやクスノキメに分類されていた。ただしこれらの間に明瞭な類縁関係が認められていたわけではない。20世紀末以降の分子系統学的研究により、これらのトガが単系統群を形成し、皮脂植物の初期分岐群の一つであることが示された。その後、この系統群には、 アウストロバイレアメの名が当てられるようになった。原生非植物の中では、最初にアンボレラメ、次に、水ンメが分岐し、3番目にアウストロバイレアメが、他と分かれたと考えられている。蒸気のようにアウストロバイレアメの中には、マツブサカ、シキミカ、トリメニアカ、アウストロバイレアカが認識されていた。ただし、このうちマツブサカとシキミカは明らかに禁煙であり、 共通する特徴も多いため一つのトガにまとめることが提唱され、2020年現在では、これが一般的となっている。そのため、2020年現在では、普通、アウストロバイレア目の中に、マツブサカ、トリメニアカ、アウストロバイレアカの三加を分類している。この三加の中では、アウストロバイレアカが最初に分岐し、トリメニアカとマツブサカが、 姉妹いであるとする仮説が示されることが多い。ただし一部の研究では最初にトリメニア化が分岐したとする仮説が示されることがある。ありがとうございます。